地球に生まれた宇宙人。小さな頃から本気にならなかった。本気になるのが嫌だった。でも親に対してはいつも本気で怒っていた。そして大人になるにつれて自由が一つずつ減っていき、カラーに見えていた地球生活がどんどん色褪せていき、心も体も病気になっていく。何かが違うと思いながらも、周りには大丈夫と必死に嘘をつき、心の中ではこんなはずじゃなかった、そんなセリフをつぶやき続ける、そんな大人になっていませんか？そしてこんな話に興味を持ってしまったあなた、宇宙から来た魂を持って生まれた地球人かもしれません。このチャンネルはこの地球という星に宇宙のルールを広めるために生まれてきた地球に生まれた宇宙人が、地球のルールで押しつぶされないように僕がいろいろな人から教わり大切に貯めてきた地球のルールというメモをもとにお送りする深夜放送のようなチャンネルです。あなたの魂に届けば幸いです。今回の地球と宇宙のルール、テーマは幸せを増やす技術。さて、波動の時代が始まりました。いろいろな人がいろいろな言葉で次の次元の名前をつけているようですが、僕は物質の次元から波動の次元に移行する、そういうイメージが強いので波動の時代と名前をつけています。多分言っていることは皆さん同じだと思います。そしてこの移行の時期に様々なことが起こるのが常です。今回はその様々なことが起こるときに具体的にどうすればいいのか、どうすれば幸せの方向へ進めるのか、そのあたりに切り込んでいきます。これはこの地球最大のルールである時間についてです。幸せは時間と切っても切り離せません。ちなみに僕は時間について長いこと考察をしてきました。小さい頃の考察で記憶にあるのは、先生が人間は猿から進化して人間になったと言います。だとしたら人間が人間になった瞬間はどの瞬間なのか、その時出した答えが時間に気がついた時という答えだったんです。そんなことをずっと考えていました。もう一つが漫画なんですが、戦う漫画は基本的に嫌いなので見たことはないんですけれども、見ていない僕でも情報は伝わってくる、そんな有名な漫画でした。その主人公の決め台詞が、お前はもう死んでいる。主人公がまだ生きている人に、お前はもう死んでいると言って、敵が数秒後に死ぬんです。これも数秒後だから面白いけど、数年後僕らは必ず死ぬのに、僕らはもう死んでいるのではないか。そんなことばかり考えていたんです。そして大人になっても、それこそ時間についての物理の話から哲学的な話など、いろいろな本を読み漁りました。それを解説したら長編動画になってしまいますので、ここでは避けますが、結論から言うと、地球の時間というのは物質と絡まって、とても正確に刻まれ、絶対に戻らないし、全員に平等で、そして有限です。僕たち宇宙由来の地球人は、そのあたりを今一度意識しておきます。なぜならば、この物理時間の把握と、その中での愛の実現、そして波動時代への先導、これらはすべて波動の次元ではなく地球の時間の次元で行われるからです。地球の時間で行われるしかないんです。重要なのでもう一度順番に説明をします。一つ目はまずはこの地球の時間の特性を熟知します。二つ目はそしてその厳しい条件下でも愛を感じて地球的な幸せを体感します。三つ目はそしてそれを地球の中で実践し続け、それに賛同する人を増やし、地球の中で愛を共鳴させ、それにより地球を愛の波動の次元に移行させる。その順番です。これは必ずどこかにメモをしておいてください。そしてこの動画はこの地球の時間のルールと
その中での実践的な時間の使い方。先ほどの番号でいくと1番と2番。これを解説していきます。全然難しくはないので、ぜひ丁寧に聞いてください。まず地球上の時間ですが、先ほど言った通り、正確に進む、戻らない、平等、有限という特徴があります。おいおい、さすがにそんなことは分かっているぞと言われてしまいそうですが、実はそこがはっきりとは分かっていません。それは僕たちの時間の使い方を振り返ってみれば明らかです。それはこの動画でも丁寧に説明をしていますが、寿命を決めるという動画になりますので、もしご覧になってない方はぜひご覧ください。この時間という物理次元の最大の特徴は、戻らないし限りがあるということです。戻らない、限りがある。それなのに僕たち地球人は、後悔をすることをしたり、時間を無駄遣いしたりします。確かに後悔や時間の無駄遣いも地球でしか体験のできないことなので、それはそれで非常に貴重な経験ではありますが、それだけのために生まれてきたわけでは絶対にありません。もうそろそろ終わりにしてもいい頃です。ここまでの内容に賛同できるようであれば次に進みましょう。次は時間に対しての自分の現状を把握します。それにはまず、無意識にやっていることをリスト化します。考えてみてください。例えば、目覚ましを毎日同じ時間にかけていませんか？例えば、朝起きて身支度を無意識にやっていませんか？毎日同じお店に行って同じものを買って安心していませんか？歩いているとき無意識に足を動かしていませんか？スマホにいつも同じ曲を入れて、いつも同じイヤホンで音楽を聴いていませんか？呼吸を無意識にしていませんか？毎週同じテレビ番組を見て疑問も持たずに面白いと思っていませんか？毎日同じような時間にお風呂に入って同じような時間に寝ていませんか？まずはそういったところを棚卸しします。そんなに難しくはないはずです。それは無意識に過ごしてしまっている時間を一旦意識上に上げる作業です。そしてその無意識の時間をなるべく少なくします。小さなことでもちろん構いません。例えば、起きる時間を毎日変えたり、いつも乗る電車を2本遅らせたり、早くしたり、昼休みにランチをせずに散歩したり、何でもいいんです。日常を初めてやる感覚で埋め尽くします。すると日常的な日々から一歩外に出た感覚がわかると思います。これで時間にコントロールされた世界から、時間をコントロールする世界の入り口に入りました。地球での時間は人類に与えられた最高のプレゼントです。これはある程度成功している人とか覚醒している人は必ず言うセリフですが、この地球では時間が一番重要なんです。お金とか地位とか名誉とか非になりません。このワークは非常に階層的で段階的なので、やればやるほど分かり始めます。生きていることに感謝をするという方もとても多いですが、それに近い感覚だと思います。無意識にやってしまっている行動は、生きているという感覚を薄くします。ぜひ、今自分が生きているんだという充実感を味わってみてください。これだけでも人生が変わってしまうと思います。しかし、もちろんこれで終わりではありません。今のは準備体操です。次に、時間に隠された幸せになる秘訣をお伝えします。感情には波があります。その感情の波を作り出しているのが時間です。感情は時間という概念がないと成立しない地球のルールの一つです。地球外生命体と話をする人の本を最近読んだんですけれども、やはりその感情が人類と違うため、とても素っ気なく感じるようです。そして幸せも不幸も感情なので、時間が作り出していると言えます。先ほどの無意識にしてしまっていることをなるべく少なくするというのもそうでしたが、時間を極めることが幸せを極めることにつながります。幸せと不幸の違い、それは何なんでしょうか？それは僕がメンターからのアドバイスをヒントに、自分の心を分析し、導き出した秘策なのですが、これは最高に簡単でお金もかからず、今の自分のままでできる最高の法則なので、ぜひ丁寧に聞いてください。それは時間の捉え方を変えるということです。幸せか不幸かは時間の捉え方の違いなんです。
分かりづらいかもしれないので、詳しく説明をします。時間の経過と可能性の広がり、この関連性を常に頭に描く。これが幸せになる鍵なのではありません。これが幸せになることそのものなんです。図で説明をします。過去から現在、未来へと時間はこのように進んでいきます。そしてもちろん過去はもう過去なので、事実は一つしかありません。そして現在。現在といっても厳密に言うと数秒後の未来なんですけれども、選択肢が今3つあります。そして未来にはさらに多くの可能性があります。それを今その3つあった選択肢の中の一番下の選択肢を選んだとします。そうすると未来の可能性は先ほどよりも増えました。そして一番上のですね選択肢、3つあった中の一番上の選択肢を選んだとすると可能性が4つに減ってしまいました。未来の選択肢が今よりも増えることを幸せと言い、未来の選択肢が今よりも減ることを不幸と言います。それだけです。これを理解するだけなんです。どうですか？簡単じゃないですか？そしてこの時間と可能性のルールをいつも頭の片隅に置いておければ、常に幸せになる方の選択肢を選ぶことができます。それだけで幸せな人生になります。具体的にやってみます。では、あなたがこれからスーパーに行き、買い物をすると決意したとします。ちなみにこのスーパーも先ほどの無意識を意識化するのワークで、いつもとは違うスーパーとか、いつもと違う時間に行くスーパーとかなら、さらにベストですし、そもそもスーパーに行くことが選択肢を増やす行為かどうか、もちろんその選択もした後という前提です。さて、売り場に行きました。今日はどう考えても野菜が食べたい。自分の体が野菜を欲していると感じたとします。そのスーパーにはキャベツが2種類ありました。自然栽培のキャベツと普通栽培のキャベツです。先ほどの図にしますと、自然栽培の選択肢を選ぶか、普通栽培の選択肢を選ぶかということです。自然の力だけで育てられたキャベツか、農薬や化学肥料で育てられたキャベツかを選ぶんです。説明するまでもありません。健康になれば選択肢はどんどん広がります。どちらが健康的なキャベツですか？そしてさらにその選択をしたことで社会全体としての可能性も想像をしてみてください。自分だけでなく社会全体の可能性も想像してみるんです。自然栽培の野菜が売れる世界か、普通栽培の野菜が売れる世界か、イメージをしてみてください。もう一ついきます。例えば会社の同僚に飲みに誘われました。別に時間もあるしお金もあるけれども、なぜか気が進まない時に悩みます。そんな時に可能性で考えます。先ほどの図で説明をしますと、行く選択肢と断るという選択肢ですね。その飲み会に行くことで自分の人生の選択肢は減るのか増えるのか。例えば、いつものメンツで会社の愚痴を言うだけの時間。顔を知っているけれどもあまり深く話したことがない人がいる時間。この先は説明はしません。それを常に意識をするんです。もう一ついきます。土日に出かけたいけれども平日の疲れが溜まっていて体も休めたい。それでも少し無理をしてでも外出をした方がいいのか。それとも割り切って家でゆっくりする方がいいのか。先ほどの図にするとこうですね。外出をする。もしくは家でくつろぐ。もう一ついきたいと思います。精神的に辛くて悩んでいる時にいろいろ調べてみたら自分が ADHD なのではないか、そういう疑いが自分の中で消えません。そんな時に自分を ADHD とするという選択肢と ADHD ではないと否定する方ですね。これは実際両方のタイプの方がいると思います。長年悩んでいてなぜ自分が社会にうまく溶け込めないのか、ある方は ADHD が悪いんだ、僕は悪くないんだと思えたら楽になって選択肢が増える人もいれば、そんな勝手に病名をつけられても自分は自分だし、そんなレッテル貼られても全然選択肢は増えないよ、どっちもいると思います。精神的に可能性が広がる方を選べばいいんです。そして常に可能性が広がる方、選択肢が多くなる方を選び続ければいいんです。中には自宅が会社だから通勤はしないから通勤の方法は選べないと思った人もいると思います。そんな人は仕事の前にジョギングをするという選択の自由があります。もちろん
ジョギングでなくてもヨガでもいいですし、カラオケでもいいですし、何でもいいと思います。自分の行動のほとんどはパートナーが決めているから、自分で決められる選択肢は少ない、そう思った人。そうではありません。ポイントはそこではないんです。携帯メールをどっちの手で打つか、会話の時の声の高さ、目玉焼きを醤油で食べるかソースで食べるか、何気なくやっていることも全てが対象です。全てです。そしてある程度それを続けると気がつくことがあります。先ほどの感情の波の話です。短期的に見ると下がる選択肢でも、長期的に見ると上がる選択肢、そういう選択肢がたくさんあるということに気がつきます。決して起こる現象の内容で上がったり下がったりするのではなく、例えば手元のお金が増えるから上がる、お金が減るから下がるのではなく、お金が増えて可能性が増えると幸せを感じ、お金が減って可能性が減ると不幸を感じるんです。何かを買って手元のお金が減ったとしても、買ったものによって可能性が広がれば幸せになりますし、買っても可能性が広がらなければ所有欲が一旦満たされてしまえば、お金が減って可能性が減るので不幸を感じます。そして本当に選択肢を常に感じて、自分の可能性に無限を感じている人ほどお金に左右されていませんし、逆説的ですがお金を持っています。そしてさらに言うと、これを続けていくとあるところにぶつかります。それが地球の状況です。僕たち個人がどんなに選択肢を増やして、どんなに幸せになったとしても、地球の環境が悪化の一途をたどるようであれば、最終的にこの地球で生き続けることができません。それはこの地球最大の不幸です。だからこの意識を持っている人は、皆さん地球への思いを常に持っています。地球に入れなくなったら全ては終わってしまう、それに気づいてしまっているからです。地球最大の不幸です。でも大丈夫です。これも逆説的ですが、その行動を多くの人々が取るような世界になれば、誰も争うことを選択しなくなります。可能性の数を増やす行動の先には争いはありません。奪い合いもありません。犯罪も環境破壊もありません。それは皆さんの中でイメージをすればわかると思います。この幸せを増やす技術はとても簡単すぎて誰でもできる分、この考え方の素晴らしさに気づける人も今のところごく一部です。しかも簡単すぎて、これでお金を稼いでいくということもできないので、積極的に広めている人もごく一部です。でもこれは非常に奥が深いので、ぜひ皆さんの中でも意識を始めてみてください。そして僕の経験値から申し上げると、人生の最大の選択肢を増やすコツ、それは人と出会うことです。人と出会うことほど選択肢が広がる行為はないと断言します。これも言われると当たり前のような気がしますが、可能性を意識することができ始めると、確かにと思えるはずです。特にこれからの激動の時代は、人とのつながりが非常に重要です。特に僕たち宇宙由来の地球人がつながって、この地球にいながらにして選択肢を広げることができれば、それが引き金になって地球がどんどん循環できるようになっていき、そこに住む人間や動物や植物もどんどんと幸せになっていく。これはとても選択肢が増える行為です。僕たちはその実現のために生まれてきた気もします。幸せは選択肢の数の増減で決まります。これは今聞いてすぐに実践できる思考法であり行動です。これをご覧いただいている人の中で、これが実践できない人はいません。もう一度おさらいをしますが、まずは無意識にやってしまっている行為を書き出して意識レベルまで上げます。なるべく日常の行為を初めてやる行為に切り替えます。そして次に、その意識的にやる行為の選択を、可能性の数がより多くなる選択肢を選ぶようにします。それだけです。リスクゼロ、リターン無限の法則です。ぜひぜひ実践をしてみてください。あっという間に人生が好転します。そしてそうなったらぜひシェアをお願いします。地球はそれを待っています。まだまだ言いたいことはありますが、今日はこの辺にしておきます。賛同いただけるようであれば、いいねをしていただけると嬉しいです。質問や要望があったらコメント欄にお願いします。コメント欄もたくさんの同志が書いてくれています。読むだけでも面白いかもしれません。そしてまだまだ僕たちの同志はたくさんいます。一人でも多くの宇宙由来の地球人にこの動画を届けたいと思っていますので、ぜひシェアもお願いします。 Twitter もやっています。
@earthcosmos2016。ぜひフォローとリツイートをお願いします。それでは最後に僕がおすすめする地球を10倍楽しむ方法。今回も本です。本なんですが、今回は小説ですね。宮本照さんという方が書いている人間の幸福という小説になります。幻冬舎文庫から出ています。実は僕はあまり小説は読まないんですけれども、この宮本照さんだけはですね、結構な数を読んでいまして、まあ、いつも本を紹介するんですけれども、あまり小説、一回だけ星新一さんをご紹介したことありますが、あれはどちらかというと、まあ、僕の中では小説というよりも漫画みたいな、そういう感じで読んでいたんですけれども、宮本照さんの場合はもう完全に長編小説ですね。あまり僕は長編小説、時間がないので読めないんですけれども、この方の小説だけはですね、結構読んでいまして、その中でも多分この作品ってあまり代表作として名前が上がるような作品ではないんですけれども、すごい僕が悩んでいた頃にですね、この多分題名に惹かれたんでしょうかね、読みまして。まあこれ小説だから内容言っちゃうと面白くないので言わないんですけれども、主人公がいまして、その主人公が、まあある事件に巻き込まれるというのかな。それでいろいろなその人間のいろいろな部分を知っていく、そんな感じのものですね。まあ、これで面白さが伝わるとは思いませんけれども、もし気になる方がいらっしゃったらです、ぜひこれまでとちょっと違う系列のものをちょっとご紹介したいなと思ってあげてみました。人間の幸福というですね、小説になります。それではまた。地球に生まれた宇宙人、チャンネル登録もよろしくお願いします。